お疲れ様、おはようさん。今日は衆議院の解散があるよということで、政治家の皆さん頑張ってね弁当、ね、よいしょ、ねねね、今日はね、この清い気持ちでね選挙を行挑んでいただきたいという意味でご飯は白くしてみました、ね、清い真っ白な気持ちで選挙に挑んでいただきたい、あと僕はね白票を投じるという意思表示でもあります。嘘です。ちょっと選挙行きます。はい、こんな感じ。はい、こんな感じ。疲れた。助けてくれ。やだ。はいはいはい。こんな感じですよ。お疲れちゃん。朝ごはん。
はようございます。お疲れ様。朝ごはん。すみません。はい。まあ、弁当生麺ですね。はい。まあ、バランスは取れてるんじゃないでしょうか。はい。まあ、こんな感じ。そして、お弁当は、今日は何個15ですね、今日は15でございます。一人ちょっと いないんでね、一つ少ないですが、木曜日と月曜日はマックス、いやじゃあ木曜日がマックスか、うん、木曜日が16個作んなきゃいけないという、お父さん頑張るというわけで、はい、はいはいはい、どうでしょうか、ドーン、ドーン、はい、ありがとうございました。よかったよ、トータンね、よろしくだよ、本当に。ほんじゃ、
お疲れ様です。おはよう。というわけで、今日のお弁当こんな感じ。ああ、また始まったよ、月曜日。やったぜ。ケイ君、ね、うん、ビタミン補給だよ。うん、今日安かった、今日ね。こんな感じ。よいしょ。ね、こんな感じ。ミニのり弁。模索も続いています。これです。さてさて。日本科学未来館で今年から科学未来館トマトはほとんど捨てられます。森町さんです。やったぜ。昨日は集まった子供たち、YouTube のためにトマトを入れております。はい、どうも。というわけで今週も頑張るぞ。朝ごはん。朝ごはんできました。今日はね、こってり、ね、こんな感じ。はい、ありがとうございます、はい、そしてお弁当こんな感じ。はいはいはい、よっ、数の迫力。はいはいはい、クニ君はね、クニ君は9位付き、前9位入れたらね、なんか不評だったんで、高橋もったいないから入れないよ、こっちにはね。フル付きなみたいね。というわけでありがとうございました。よかったらグッドボタンお願いしますよ。またね。
お疲れ様です。おはよう。いやー来ました金曜日。今週1週間も駆け抜けた感じね。はい、安易にピンクを頼り出しましたよ安易にピンクを頼り出した結果こう、ね、ピンクやっぱいいね。なんかボンってくるね。ピンクと緑の相性いいですね。ね、何でもピンクがいいね。イギリス BBC は何でも知事の進歩はすでに一定の支持を得ていて、安倍総理大臣にとって新たな競争相手になっているのを伝えたほうが、じっくり見ちゃおう。アメリカ CNN の電車だけチキチキボンとエビフライがね倍入ってる。これは太る、だって入れやすいんだもん。希望の友が選挙戦に与える影響を中心に伝えています、もっと選挙に向けた準備も。焼き丼に、まあ、ちょっとお手製の牛丼に切り干し大根ということで、引き続き朝ごはんだよ、よろしくね。完成。今日の余ったのはこれ。そして朝ごはん、ちょっと脂っこいけどまあいいんじゃない。北朝鮮が核・ミサイル開発を継続するなど、情勢が緊迫する中、はい、そしてお弁当、もうピンクの主張がすごいね。連携の強化を図りたい考えです。もうピンキー、すごい。
いやピンクすごいね。締めの年が続く中、日中韓3カ国による首脳会議の電話開催迫力あるな。ピンクすごいな。でこっち色気のなさね。うん、男。日中4国の拡大につなげたいとしています。ね、結婚っつってね。はい、ありがとうございました。ちょっとつまんないことを言ってますけど、よかったと思ったらグッドボタン。ね、とにかくグッドボタンお願いしますよ。ノーベル賞、前ではないでしょうかね。ありがとうございました。